今回「ちゃう」っていう曲なんですけども、これは実際僕がサラリーマンの時に、体験した、曲です。僕が26歳の時なんですけども、その時にいた会社の先輩と出張に行った時の思い出を、なるべく実話に基づいて歌詞を起こして曲にしてみました。それでは聴いてください。クリトリックリスでちゃうです。些細なことで彼女と喧嘩して飛び出すように家を出た。そのまま会社の先輩と一泊二日の東京出張、仕事へ二人で六本木の街へ。飲んで酔っ払って勢いで入ったクラブ、気づけば周りはカップルばっかりで、先輩と向かい合って汗かきながら踊った。仕事できるし男前し、彼女何におるんすか。僕の冗談に笑いもせず、先輩は真顔で僕を抱き寄せ、唇を重ね舌を絡めてくる。憧れの先輩とのキスは甘いラム酒の香り。タクシーの中で先輩はいつも通り、さっきのキスは酔っ払ってか冗談か。会社の寮の同じ部屋に泊まる。ああドキドキして眠れない。男の気持ちは男が一番よう分かるし、男の気持ちええとこも男が一番よう分かるぞってグラスを片手に先輩。先輩のことを尊敬してて好きや。そやけど結局一睡もできず、気づいたら窓から朝日。出張から帰ったら彼女に謝って仲直りしよう。酔いざましの熱いシャワー浴びてるとバスルームの扉が開いて全裸の先輩。あそこはマイヤーズのボトルのように黒くて太い。ですやん。ちゃう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 、そんなんちゃう。